無所属の会の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。斉藤大臣は就任後、8月21日だったと思いますが福島入りをされて、そして、福島市内にある復興牧場株式会社フェリスラテを視察されました。その時に牛乳も試飲されたというふうに伺っております。お味の方はいかがだったですか？斉藤農林水産大臣。その時も申し上げたと思うんですけど、非常に濃厚で非常に美味しかった。金子恵美君。ありがとうございます。本当に頑張ってます。原発事故で避難休業していた酪農家5戸による共同経営方式での牧場運営がなされています。当然国の予算、東日本大震災農業生産対策交付金を活用して施設整備をしたということでありまして、畜産経営の再開、そして畜産の復興に向けた取り組みの本当に一つの取り組みの事例となっています。そしてまた肉用牛では、東白川郡の花輪町の株式会社 JA 東西白川グリーンファーム、これもですね取り組みとして、挙げられているということでありまして、こちらの方も平成27年度の東日本大震災農業生産対策交付金を活用しているということです。このような交付金をしっかりと活用していただいて、そして、畜産の本当の意味での復興というものがなされるということを心から願ってやまないわけでございますが、しかし一方ではやはりこの今年ですね、避難指示が解除されているそういう自治体、そして地域においてもまだまだたくさんの課題があって、そして、畜産経営の本当のゴールにはたどり着かないということであります。道のりは本当に長いというふうに思います。そういった中で、そろそろもう1年も経つところでありますが、福島県酪農業協同組合県酪だより1月号に掲載された宗像代表理事組合長の年頭のご挨拶のその一つ一つの言葉というのは本当に重要なものだというふうに私は感じています。まずは組合の49戸の酪農家はいまだに避難休業を強いられておりますということです。そして、そろそろ1年が経つということですけれども、いまだに49戸やはりこの個数は変わらない避難休業中であるということです。そしてまた宗像組合長はこのご挨拶の中で、次のように述べられています。朗読させていただきますが、県内すべての酪農家におかれましては牛乳の放射性物質検査や自給飼料生産の制限などが継続されており、仮過剰による乳牛の健康被害も発生するなど酪農家の精神的経済的負担は軽減することなく酪農生産基盤に甚大な被害をもたらしています。課題が多いということです。そこで、この仮過剰牧草の影響についてでありますけれども、牧草地で、牧草生産のために仮石による放射性物質の吸収抑制対策を行うと牧草中のカリウム濃度が高くなって、そしてそれを給与された乳牛に仮過剰による健康被害が発生する可能性があると農水省は言っています。実際に実害として、病死した牛があるというような報告もありましたが、いろんな調査を昨年されて、それで何件かの中では因果関係がやはりわからない、実際にこのような仮濃度が高いことによっての病死なのかどうかということが、立証できないというようなケースもたくさんあったということであります。ただ私ここで言えるのは、そうは言っても立証できなかったとしても、やはりこのような方策を取らなくてはいけなかった。農水省の資料でも、このように書かれているんです。仮の石後に生産される牧草はカリウム濃度が高くなり、牛の病気である周産期病、これは乳熱ダウナー症候群等やグラステタニーの原因となる可能性があることから、牧草中のミネラル濃度の確認や給与量の調整、飼料の急激な切り替えを行えない等の対応が必要であるということが、これは農水省の資料であります。
ですので、しっかりと対応をしていかなくてはいけない。このような中、実際に皆さん畜産酪農、酪農家の方々、再開しようとこう頑張っていらっしゃるけれども、このような課題があるということで、やはり精神的にも苦痛であろうかというふうにも思います。実際に牛がカリウム過剰の影響と受けないように、この病気の原因となる可能性とをしっかりと周知する必要があった。それは私はなされてきたというふうには理解しているところではありますけれども、なかなかそれが本当に機能してきたかということが懸念されるところでありまして、予防的な措置をしっかりと進めていく、もうこれに尽きるというふうにも思っています。福島県の農林水産部も農業技術情報第54号で、今年の3月の13日に発出されていますけれども、29年産、牧草の放射性セシウム吸収抑制対策というものを出しておりまして、その中で、このことについて注意喚起をしているんです。しかし注意喚起をしていても、実際に本当に予防がなされているのか、このことについても私たちは福島県民としては、あるいは、畜産酪農に関わる人たちにとっても大変大きな問題だというふうに思っております。大臣のご所見をお伺いします。斉藤農林水産大臣。被災地の皆さんがですね、酪農の再開にかけてですね、本当に取り組んでいる姿を私も拝見をいたしまして、むしろこちらが勇気づけられるぐらいですね、皆さん頑張っておられる姿に、私も感銘を受けて帰ってきたわけでありますが、今の件でありますけど、牧草の放射性物質の吸収抑制対策としてはですね、除染後の牧草地においてカリウムを摂取するということは、有効であるわけでありますが、一方で、ご指摘のようにカリウムの施肥後にですね、生産される牧草、これはですね、一般的にカリウム濃度が高くなるものですから、牛の体内でですね、カルシウム等の吸収を阻害することからですね、低カルシウム結晶等の原因となる可能性があるということを認識をしているわけであります。で、委員ご指摘のですね、除染後の牧草地の放射性セシウムの吸収抑制対策としてカリウムを摂取し、その牧草を食べた牛が死亡したというお話がありまして、これは福島県が直ちに調査を行ったわけでありますが、福島県からはですね、調査の結果、牛の死亡の原因を、カリウム度の高い牧草を供与したことによるものと特定する事実は確認されなかったとの、報告は受けているところであります。ただ、私ども農林水産省といたしましては、県やですね、関係機関と連携をいたしまして、除染後の牧草を給与にあたっての留意事項の周知徹底、これは徹底がなされていないということであればですね、なお指導していきたいと思っておりますけれども、それからカリウム濃度の高い牧草の利用技術の周知ですとか、あるいは東日本農業生産対策交付金等を活用した土壌分析や牧草分析の推進をですね、行っているところでありますけど、一番重要なことは委員ご指摘のようにですね、ちゃんとその末端までですね、こういうことが伝わるかどうかということでありますので、なお意を用いていきたいと思います。金子歩美君。ぜひよろしくお願いいたします。私は先ほども申し上げましたように、精神的な本当に負担というのがいかに大きいかということをご理解いただきたいというふうに思っております。情報はしっかりと酪農家の皆様方にも届けていかなくてはいけないということではありますけれども、それ以上に実際にこのような形でいろんな対策を考えていかなくてはいけないことによる、その精神的な負担を理解いただき、そしてまた私はもっと農水省を中心として、しっかりと専門家による相談の窓口等を作っていくということも必要なのではないかというふうに思っております。さらに実は次の課題でありますけれども、放射性セシウムに汚染された稲わら、牧草、牛糞堆肥についてでありますが、
まあ、こちらは放射性物質汚染対処法、対処特措法に基づいて8000ベクレルを超えたものについては指定廃棄物として国が処分する、そして8000ベクレル以下は一般廃棄物として市町村等が処理するというふうになっているわけなんですけれども、まあ、農水省としては、中間処理最終処分までの間、営農場の支障が生じないように、また風評被害の原因とならないように汚染稲わら等の隔離や一時保管を推進しているということです。で、実際にとにかく中間貯蔵施設等も含めまして、あるいは最終処分ができるように早く進めるということは環境省と連携してやっていかなくてはいけないことであるというふうに思いますけれども、その中で特にこの牧草と堆肥について言いますと、岩手、宮城、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、新潟で、汚染牧草は約12万トン、堆肥は13万トン発生したということでした。そのほとんどが、8000ベクレル以下であります。これまで汚染牧草が約8万トン、堆肥が7万トン処分されています。残りは汚染牧草約4万トン、そして堆肥が約6万トンということで、これも今現在農家等で一時保管されているという現状です。先ほどから ありましたけれども、先ほど申し上げましたけれども、一時保管というのは、風評被害にどのようにつながっていくのか、もうこれもしっかりと考えていかなくてはいけないというふうに思っているんです。風評被害の原因とならないように、汚染稲わら等の隔離や一時保管を推進したと、農水省はそう言っている。そういうことであれば、今農家等で、一時保管されているこの現状をどうお考えいただくかところだと思います。近くに、農家の近くに、畜産酪農家の方々の近くにこの一時保管されているその現状をどういうふうに捉えていらっしゃって、そしてまたどのようにしっかりとした処理を推進していくお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。斉藤農林水産大臣。ご指摘のですね、放射性物質に汚染された牧草、それから牛糞堆肥については、ご案内のように放射性物質汚染対策特別措置法に基づいて8000ベクレルパーキログラムを超えるものは指定廃棄物になりますが、それ以下の濃度のものは一般廃棄物等として、市町村等がそれぞれ処理するということになっているわけであります。ご指摘のように今現在約10万トンが未処理になっているということで、これがですね、私も現場に行ってみましたけれども、これビニールに包まれて置いてあるわけであります。で、このただ今一般廃棄物で市町村の責任を処理するということにこうなっているわけでありますけれども、これはですね、もう一刻も早く私どもも解消をしていきたいというふうに当然思っているわけであります。それなりに進んできて今約10万トン残っているということでありますけれども、今年度ですね、その放射性セシウム濃度の再測定結果を踏まえてですね、また処理方法や集中保管場所への移動の仕方ですね、今あるものをどう移動させていくかということも含めてですね、それぞれ地元の方々が検討するための事業というものをまた新たにですね、阻止したところであります。またこういうものも踏まえながらですね、環境省、県、市町村と連携見にしながらですね、密にしながら一刻も早くこの目に見えるものが解消できるように努力をしていきたいと思っております。金子恵美君。実証実験として汚染牧草のすき込みというのがあるというふうにも聞いているんですが、またこれをやることによって、いろんな影響が出てくる可能性もあるわけです。それが風評被害に広がらないかどうかということも含めて、もしこれをやるのであれば本当に明確に安全性というものを発信していかなくてはいけないというふうに思います。実証実験の段階だというふうには聞いておりますけれども、ぜひしっかりとご検討いただきたいというふうに思います。時間があまりございませんので最後の質問になると思いますが、我が国の酪農の現状について改めてお伺いしたいと思いますが、乳幼牛の飼養戸数は毎年年率 4% 程度の減少傾向で、
推移しているということです。で、使用棟数は年率 2% 程度の減少傾向で推移していますが、一方1戸当たりの計算有使用棟数は増加傾向で推移していて、それは大規模化が進展していると言えるということです。しかし乳幼有のこの使用棟数、使用戸数の減少による、使用棟数の減少を使用規模の拡大では補いきれないという状況で、使用牛の乳幼牛の使用棟数が実際には減少しているということです。その背景としては、使用規模の拡大に伴う大型施設のその投資負担に加えて、やはり労働力が確保できないということがあるというふうに思います。このことについてのご認識をお伺いしたいと思います。これは斉藤農林水産大臣。人材をいかに確保していくかというのは、これから酪農を継続していく上で極めて重要な課題だと思っております。このためにもう委員ご案内だと思いますが、さまざまな施設の導入なんかにも支援をさせていただくとしておりますし、また重要なのは、その酪農ヘルパーさんにお願いできるような体制というものが、やっぱりこれから継続していく上では重要だなというふうに思っているわけであります。現在大変過酷な労働環境にあることは十分認識をしているところであります。したがって我々も、省力化機械の導入と合わせて使用管理作業の外部化というものを支援してきているわけであります。特に申し上げたヘルパーさんは酪農家の休日確保や傷病時の経営継続だけでなくて、ヘルパー業務を通じて新規就農につながっていかないかなという、そういった役割も担っていることですので、その人材確保すごく大事なものと考えております。目の覚めるような対策があるわけではないんですが、そういうハードソフトの対策を積み重ねることによって何とか人材を確保していきたいと考えております。金子恵美君。労働力を何とかこう補うということで、あるいは、その労働力不足の抜本的な部分、大変厳しい過酷な仕事だからこそ、今酪農ヘルパーの必要性について大臣はお答えいただいたんだというふうにも思いますので、この酪農ヘルパーさん、残念ながらどうも減ってきている方向だというふうに思いますので、そうであればしっかりとこの酪農ヘルパーさん、人材をしっかり育成していくということを国を挙げてやっていきたいいただきたいということをお願いさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。ご苦労様です。次に田村